夫のある身で奥さんのいる人を好きになった私は罰を受けました。離婚して家族も仕事も住むところも失い、奥さんの元へ戻った彼のことなんて忘れたつもりでした。神様は私を試していたのでしょうか。私たち話してもいけない、もう会っちゃいけないんだよね。だからこれは独り言。今度こそちゃんとする、信じてほしい。神様、あの人を私にください。純愛ごっこのつもり？ダブル不倫して逃げてきたって噂だよ。じゃあ奪っちゃおうかな。好きなんだ。いつまでも席抜かないでズルズルしてるから。簡単に行かないんだよ。簡単に。どうして私じゃなくてあの人なの？最後だから、もう少しだけ。昼顔。